駅の改札口にて電子マネー機能付き乗車カードを使用する場面電子マネーとは企業により提供される情報通信技術を活用した支払い手段の一種である。電子マネーはクレジットカードと同じく電子決済手段の一種である。電子マネーは取引ごとに決済情報をやり取りするクレジットカードとは異なり、 あらかじめ現金や預金等引き換えに、電子的貨幣価値を引き落としておき、経済活動の際に、同貨幣価値のやり取りを通じて、代価を支払うストアドバリュー型となる。なお、英語での電子マネーは、紙幣や効果を持たない、デジタル通貨のことを指し、暗号通貨のビットコインや中央、銀行発行デジタル通貨などの新しい形態の、電子的なマネタリーシステムを意味する。 和製英語の電子マネーはあくまでも円などの既存の法定通貨の電子決済サービスを意味しているに過ぎない。もともと英語で電子決済といえばクレジットカードやデビットカードなどで言ってきた長い歴史があり、1998年からすでにペーパルといったオンライン決済サービスも存在しているためわざわざ電子マネーと 表現するほどの特段新しい概念ではない。英語であえて、日本的な意味での、電子マネーを、クレジットカードなどと区別して言う場合、カード型のものは、単なる、プリペイドカードであり、再チャージ等の機能が充実したものは、スマートカードという。携帯での利用、つまり、モバイル決済は、単に、モービルペイメントである。非接触型決済のものであれば、 カードにしろモバイルにしろ、単にコンタクトレスをつけて表現するだけである。つまり、和製英語の電子マネーとは、プリペイド型の電子決済サービスを意味するに過ぎない。日本では原則として、金券やプリペイドカード等と同様に、資金決済に関する法律が適用される。磁気カード式や IC カード式、通信手段を用いるサーバー型の電子マネーも、 規制の対象である。NFC の中で、通信速度が最も高速なフェリカが、小学決済手段としては最も普及している。前払い楽天エディ、1億3000万枚前払い、ワオン、8263万枚前払い、スイカ、8157万枚前払い7個、7097万枚、5払い ID、4194万枚前払い、パス 3956万枚前払い効果2400万枚5払いクイスペ1695.6万枚前払いマジカ1097万枚前払いマニカ724.5万枚前払いニモカ432万枚5払いピタパ339万枚前払いシュゴカ321万枚前払いトイカ 310万枚前払いキーティカ、176万枚前払いはやか、カ、兼、147万枚アメリカでは、いわゆる、電子マネーのようなプリペイドカードではなく、クレジットカードの利用が主要な形態として、利用されており、2008年の時点ですでに約90%のオンライン取引が、クレジットカードや、デビットカードで行われていた。そのため、ビザやマスターカードといった、 クレジットカード会社のサービスの一環としてプリペイド型として提供されているに過ぎない。歴史的には1994年にニューヨーク市地下鉄で電子マネーを利用したプリペイドカードが運賃の支払い手段として初めて導入された。1995年には石油大手のモービルがガソリンスタンドでの決済方法として導入したプリペイドカードが 米国発のプラスチックカード型のプリペイドカードとされている。なお、1993年には高速道路での自動料金収受システムが商用展開されている。その他については乗車カードやモバイル決済サービスを参照。スウィッシュに代表されるように、いわゆる電子マネーのようなプリペイドカードではなく、デビットカード的に銀行口座と紐ついた。 非接触型のモバイル決済が主流となっている。その他については乗車カードやモバイル決済サービスを参照。乗車カードやモバイル決済サービスを参照。日本ではソニーの非接触型 IC カード通信技術、フェリカを採用したものが多い。フェリカを使用していることから物理的な互換性はあるが、システムの互換性は図られていないことが多い。 現在ではもともと IC チップを利用したカードタイプがモバイル決済に対応し IC チップ型などとは単純に分類できなくなっている。以下には代表的なものを記す。ありがとうございます。